今日挑戦する山はね、長野県上田市太郎山という山になります。はい、太郎山民族 UFO 6番来ました。あ、これ山アジサイかな。これね、咲いてますね。とりあえず今日の目的は太郎山神社参拝と太郎山頂上登頂ね、その2つだけ。水晶林、この辺り、地名は滝の入りですが、土地の人は水晶林と呼んでます。じゃ行きましょう。すごいね、もう見て、最初ね、下から見てたんだけど、みんなね、木にね、名板貼ってあるんですよ。何の木かって、泡だってこう書いてありますけど、ここはね、こう花咲く時期とかね、ね、来るとね、最高に楽しい気分なんでしょうね。まあ、今日はもう梅雨時期なんで、咲いてる花がそんなにないですけどね。なんかジメジメしてんな。ちょっと水飲んでこう。熱中症だけはね、ちょっとやっぱ怖いですね。そう、今日何もまだ食べてないですね、朝から。ちょっとどっか休めるとこあったら、ちょっと塩飴ぐらいはね、舐めたいですね。すごい湿度、気持ち悪くなってきた。気持ち悪いってのは、こう、汗でね、カッパがね、カッパとか服がね、肌にペタペタひっついて、うわ、嫌だって感じですね。しかも、カラッとした感じじゃないんですよね。お、なんか鈴の音が聞こえるから、もう降りてきてる人いるんだね。まあ表登って裏に帰る人もいるでしょうしね、そっちの方が楽なのかもしれないですね。違う図だったらちょっと怖いけどね。お、来てますね。まだかな、頂上。これもう上、この上がそうなのかな、わかんないけど、行ってみましょう。まあ、1キロは切ってるんでね、もう距離的にはね。なんか鳴らないな、今日も。まあでも山菜で来てる人もいるかもしれないね。人の姿が見えないですね。あの勢いで降りてね、多分下りだね。うん、今ね、標高は1052メートルですね。1000メートル超えましたね。あれ何メートルだったっけ。ああ、こんにちは、どうも。まあ今日登ればね、これで一つ、新種百名山ね、達成したことになりますよね。新種百名山も数えてないけど、どれだけ登ったんだろう。結構登ってるんですよね。はい、なんだろう。あれは金太郎、あ、これも伝説ですね。なんて書いてあるんだろう。あれ、こっちに道あるな。なんだろう。ここもう山なわけないね。
金太郎、刀の刃、この道は大峰山へと続く行く道だと。少し左には先にはか刀の刃と呼ばれる難所があると。結構鋭いんでしょうね。刃を渡るような感じだって。で、伝説のツツジの乙女が何谷底へ突き落とされたのがこの難所って書いてありますね。ツツジの乙女っていたんですね。はあ、で、落ちてその地でツツジが真っ赤に咲いていますよってことが書かれてましたね。はあ、こう見晴らしかな。もう晴れてないね、全然。ダメだね。これ一休憩場ですけどね。全然景色丸見えがないです。はぁ、あ。まあ今日はね、もう雨の登山で諦めて登っていくしかないですね。はぁ、あ。まあここで下って、上がっても神社なのかな、わかんないけど。多分ね、地図、コースさえ見ると、こう来て、やっぱそうだ、これを、こうね、分岐なんですよ。左に行くと多分、太郎山の頂上に行くんですよね、近道で。うん、20分で着きますよって書いてありますね。で、これ行くと、まっすぐ行くと、太郎山神社があるので、前回みたいにね、大場山みたいに、こう、奥車行かなんで、先頂上行っちゃうとね、ってなっちゃうんで、まずね、太郎山神社ね、参拝してから頂上行きましょう。なのでショートカットはせず行きたいと思います。ちなみにこの山ね、人気の山だっていうね話はね、そのトレッキングの協会の方に聞いたのと、あと大町にね、高刈山ってあるんですけど、なんかそこにね、まあ僕と同い年の方が毎日登ってるんですけどね。まあ僕はおっちゃんって言ってるんですけど。で、その方がね、高刈山頂上でね、やっぱ上田の人と会ってね、話したらやっぱ太郎山のこと知ってたらしくてですね。いや、ここ有名だよって。うん。まあ、その方もね、この裏参道コースがね、人気ルートでね、おすすめですって言ってたらしいっていうんで、ねえ、しかしまあ、でもまあこれでね、一応前回平均でね、1ヶ月1座登ってきますって話をしたんですけど、まあこれでね、一応順調に1月から6月、1ヶ月に1回はね、こう山登る形になりました。まあ頂上行けたらですけどね、まだ気が早いですね。まあ、問題は来月ですよね。7月、梅雨明けてくれればいいんですけど、またじめじめと梅雨が長引いてね、こんな感じの登山になったらもう行きたくないですね。うん、まあ、一応ね、予定しているのは有明山です。うん、有明山がね、7月21日にね、やっぱり団体で登るみたいなんですよ。で、上ね、普通だと奥社とかみんな言うんだけど、神社の方はね、本殿っていう言い方をしてるんですよね。で、本殿っていう言い方をしていて、その本殿がね、去年、なんかね、新しく建て替えたらしくて、で、7月21日なんか祭りね、合わせて、まあ、毎年登ってるらしいんですけどね。登りますということらしいです。はい、よいしょ。なのでね、そのね、7月21日の日にね、便乗してっていうわけじゃないけど、まあ、一人ですけどね、登ってね、行きたいと思います。まあ団体さんより遅く登るか早く登るかちょっとわかんないですけど、登ってたら団体さんが追いついてくるっていうイメージが私は強いな。でね、参加すればいいじゃないかって話なんですけど、実は言うとね、
ちょっとね、まあ終わった後にね、なんかなんだっけ、有明山荘だっけな、有明山山荘で直来があるみたいなこと言ってたんで、それやられちゃうとね、まず車で行けない上にね、お酒飲まないにしてもね、帰りが遅くなるとね、またインコがギャー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 言いそうなんで、ちょっとね、単独で登ろうかなと思っております。まあ晴れたらですけどね、雨だったら行きたくない。なんか有明山の方もね、なんか晴れたら登るけど雨降ったら中止しますって言ってたんで、まあね、また晴れた日に挑戦したいと思いますしね。有明山、そう、つば九郎から有明山見えてたので、多分ね、有明山からつば九郎見えると思うんだけどな。でもやっぱあれかな、木が覆ってるから見えないかもしれないですね。まあちょっとね、楽しみです。はい、まあ、7月はそれ1本でね、8月はまだ何にも考えてないです。はい、で8月はね、やっぱお盆、去年ねコロナの関係で大変な目にあったので、8月はもしかしたら登らないかもしれないですね。下手したら7、8って登らないかもしれないです。で9月はね、やっぱもうまあ高い日本百名山とかはね、閉山になってくるところが結構出てくるのでね、どっか行きたいですよね。まあ過去登って9月でよかったらね、やっぱ大勢かな。9月10月はやっぱ大勢ね、逆に大勢だったらこういう霧がねかかったところはね、幻想的な感じですよね。あと苗場山も確かね、こんな感じ、まあ上に湿原があったと思います、確か。お、人が降りてきましたね。これ何人目、1人、2人、5人目ですね。よし、こんにちは、どうも。はい、よし、多分ね、この顔に滴るね水が汗の味しない、しょっぱくないんで、多分もしかしたら雨かもしれない。ちょっとペイやって、あ、やばい、すいませんね。なんか匂いが変わったぞ、森林の匂いっていうか。いや、来ましたね。あ、平ら、歩きやすい。はい、いや本当に晴れないですね。今ね、標高1115m、6メートルになりましたね。時刻の方は7時54分になります。もうじきで8時ですね。まあ登り始めてまだ1時間経ってないって感じですね。あと6分ぐらいで1時間です。晴れてくんないかな。
まあこの道路だとね、雨降ってるとね、カッパは上だけでいいと思いますね。ポンチョでも。この道路だったらね。で、スパッツもね、今日履いてないんで、持っては来てますけどね。スパッツもいらない道路になりますね。あ、なんかまた雨が強くなってきてるような気がするな。気のせい？ポタ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 って。もうちょっとこれ、登って、早く、景色見えないんだろうなぁ。まあ、しょうがないですね。これ嫌なのはね、山登って降りてね、さあ車で帰るよって言ったらね、さーっと霧が抜けてね、頂上見えてるじゃんって言ったらね、はあ、もっと遅く来ればよかったとかね、失敗したとかね、なりますよね。確かにね、本当に来るときね、北アルプスもね、高津山も全部見えてたんだよね。で、榊抜けてから、いきなりもう雨がダーッと降ってきてですね、え？って、こんなに違うの？みたいな。平らで歩きやすい。そろそろ神社出てくると思います。まあ、まあでもね、もっと雨降ってなくてよかったです。あの、実はね、今この今日もね、やっぱあのアクション4 DJI のオズモのね、あので撮影しててんですけど、今給電しながらね歩いてってるんですよ。もうちょっと土砂降りだったらね、もう電池一応今日、まあ入ってるの含めて4個持ってきてるんで、4時間は取れるんだけど、ねえ、まあ大雨だったら多分電池で撮影してたでしょうね。で、今日はまだ霧っていう状況なんで、まあ給電してても問題ないかなってことでね、今鳥居がある。ああ、ここが太郎山神社ですね、きっとね。到着しました。本当に初めましてのね、神社になりますね。ああ、鳥居は？ああ、なんか鐘もあるな、なんか。頂上はどこから行くんだろうか。そこにね、なんか鐘がありますね。あ、太郎山神社って書いてあります。じゃあね、この辺登って参拝したいと思います。じゃあね、ちょっとね、骨伝導イヤホンをね、外して、よいしょ。ね、行きますかね。じゃあ、一礼して。あ、トイレもあるんだ。すごいなぁ。右じゃなくて左足から。うわ、結構上まで行ってんね。あ、こっち左行くと多分ね、頂上だと思うんですよ。確かそんなような形で。で、こっからまた頂上まで10分って書いてあったような気がする。よいしょ。ちょっとね、重たい。ちょっと水飲んで。よいしょ。重たい。体が。あ、右だ。左から入るのいいのに、右から入っちゃって。間違えちゃった。すいません。よいしょ。
神社があるってことはやっぱ祭りもあるんでしょうね。いつなんだろうね。その時まで団体でバーッと登ってくるんでしょうね、きっとね。あれ、こっちにも分岐があるな。なんかこの湿度がね、結構体力取られますね。よいしょ。こう広がってますよね、こう丸く。そういえばログ見たら誰か夜登ってる人もいたよね。なんか夜景撮るためにね。ああ、なんかあそこ休憩場がありますね。失礼します。左から行って。よし。冷たい。もうね、上からぼったぼったとね、水が頭に落ちてくる。なんか階段がすごい崩れてるな。これなんかあれ地震のせいなのかな？なんだろう。地滑り？はい。神社の方。到着しましたね。